ヨーロッパで中国製の EV に追加関税の適用が始まります EU のヨーロッパ委員会は4日中国から輸入される EV 電気自動車に対して現行の10%の関税に最大で37.6%を暫定的に上乗せすると発表しました5日から適用が始まるということです中国政府から補助金を受けた安価な EV が ヨーロッパの自動車メーカーに経済的な損害を与える脅威となっているとみなしました。